今は新型コロナの時代ですから、うん、新型コロナを面白いに挙げればですね、新型コロナってなってもどうもない人もいるし、うん、軽い人もいるし、重い人もいるし、亡くなる人もいる。これはまさしくあのウイルスの病気を起こす、そういうののある意味モデルケースだと思うんですよね。で、まあどうもない人もいるからワクチン作らなくていいということには全然ならないでしょ。やっぱり運悪くひどくなる、亡くなる方もいる。だからもうワクチンを作ろうと、もう世界中で頑張ってるんじゃないですか。で、このウイルス糖尿病の原因ウイルスも実は同じことで、まあまあ実はあまり何も起こらないという可能性もありますけど、やっぱりある時糖尿病になる可能性があるというのが今の段階なのを、我々は一人ではこれ実験できませんので、マウスでちゃんと証明して国策菌病とウイルスになるという運の悪い人をも救うために、そうならないようにするためにワクチン開発の意味が促進されるように、世界に広げるようなワクチンも我々が作るわけではありません。患者さん自身がそれはいいねとおっしゃってくださるのが非常に重要ですけれど、さらに言えばワクチンメーカーがそんならそのワクチンを作ろうかと思ってくれることが大事で、今の研究は科学の世界、患者さん、そしてワクチンメーカーへのメッセージ、実のところワクチンメーカーへのメッセージが非常に大きいと私自身思っています。ワクチンメーカーも患者さんとか皆さんがさあ作ってほしいって言わなければワクチンメーカーも作らないだろうと思いますね。このウイルス糖尿病のワクチンですね。だからこのワクチンを作れば、我々の立場から言うとウイルス糖尿病を予防ワクチンですけど、より広く言えばそういう国策菌ウイルスで起こすいろんな困った状態、そういうことも当然、予防できることになりますので、広くワクチンを広めて、糖尿病を予防する、そのウイルスで起こるいろんな病気も実は予防するということにつながるというふうに期待していると思います。ワクチンってその広い、実は広い、防御効果があるということをやっぱり認識してほしいなと思いますね。